世界三大花木のジャカランダを活用した商品開発の報告がありました。日南市に報告をしたのは、市からジャカランダまちづくり事業の委託を受けている NPO 法人ハートピア南郷のプロジェクトチーム5人です。よろしくお願いします。紹介された試作商品は紫芋を使用したリキュール、箱菓子のクッキーやチョコクランチ、ジャカランダがデザインされた風呂敷や手ぬぐいなど7点です。ジャカランダの魅力を知ってもらえることと、女性をターゲットに作っていることを報告しました。意見交換ではパッケージに日南という文字やジャカランダの情報などを入れてみてはどうかという意見もありました。現時点でジャカランダの主成分を使うことができないことから、プロジェクトチームでは研究開発を進めています。いや、もう本当あのジャカランダは今日南の売りなので、それをうまく発信してもらいたいなというふうに思います。6月にジャカランダをイメージして、日南の土産になればという思いでですね、作ってました。商品の想定価格はリキュールは2本セットで2000円、箱菓子は600円としており、販売は来年度以降を予定しています。